徳島県出身のアニメーションプロデューサー、アニメ監督、アニメーション演出家、アニメーション脚本家、音響監督で、アニメーション制作会社 u o テーブル、代表取締役社長及び、韓国法人会長。2019年まで、NPO 法人町遊び代表を務めた。20代前半の頃は、ゲームなどの本を書く仕事についていた。その後、 東京ムービー新社やその子会社であるテレコムアニメーションフィルムでスパイダーマンやルパン三世くたばれ、ノストラダムスなどで制作進行を務めた。テレコム退社後は映像コンテンツ会社のステップ映像で制作プロデューサーを務め1999年に独立した。 近藤が自身が25歳だったらいたいと思う会社を作りたいとスタッフを集め友人の住む北池袋の古いマンションの4畳半部分に作業机を2台持ち込み u f o テーブルを設立。2000年10月に法人登記し同社の代表取締役社長に就任した。2006年からは u f o テーブルカフェをオープン。 これは近藤が u f o テーブルを設立した当初から制作者とファンとの交流の場となるギャラリーカフェを経営したいと考えており、またスタッフの士気の向上、食生活の改善のためにカフェを設立したと語っている。その後も新宿区、徳島市、名古屋市、北九州市にカフェやダイニングをオープン。さらに徳島市に映画館、 u f o テーブルシネマを建設するなど、アニメーション制作以外の経営にも取り組む。2009年からは、自身の出身地である、徳島県への地域協力を積極的に行い、徳島市内にスタジオを開設。県や市などの行政と連携した仕事を多く受けている。また、アニメやゲームなどのエンターテインメントが集うイベント、街遊びを、徳島市で開催。 総合プロデューサーとして全体の企画制作を担う。街とは徳島駅周辺を表す県民ドーカルワードであり、会場は駐車場やライブ会場のハンデがありながらも、あえて美山山頂や新町川周辺に設定されている。これは近藤の昔のように街に人々が溢れる賑わいを取り戻せたらという思いが込められている。2014年には、 町遊びにおける功績により、第50回徳島新聞賞において、徳島への功績が著しい県内外の個人に贈られる特別賞を受賞した。徳島県観光政策課に、町遊びの企画を管理するアニメ、祭り実行委員会を設立し会長を務めていたが、2019年5月13日に実行委員会会長を辞任していたことが明らかとなる。 徳島県によると辞任の申し出は4月中旬であったという。本人の公式ツイッターアカウントによるツイートは2019年3月10日で止まっている。u f o テーブル制作作品のすべてで制作プロデューサーを務め、監督や絵コンテ、シリーズ構成を担当することもある。また、ノークレジット、もしくは u f o テーブル名義で絵コンテ、演出。 脚本に関わることもある。自身がプロデュースする作品では、テレビアニメ、劇場作品といった形式にこだわらない、フィルム作りを心がけている。また、アニメ業界では、主流の制作形式である各セクションの分量性に、否定的であり、良い作品を作るためには、スタッフ同士が近い距離で、日々コミュニケーションを取りながら切磋琢磨していく環境が、 必要だという考え方から u o テーブル内に映像制作に必要な全セッションを設立し原作者や音楽家も含め全てのセクションの関係者が意見を出しやすい環境を作ることを目的に制作の内製化に注力している音響効果や音楽演出にこだわる傾向があり音楽の発注や選曲作業映像に合わせて音楽を制作する フィルムスコアリングなどを担当することが多い。また、自身が脚本を務める場合には、作中に、どの挿入歌を、どのタイミングで使用するか、どこからテロップを流すかまで、音響段階の作業をすべて脚本段階から決めて、書き込む傾向がある。その影響もあり、2016年以降の u f o テーブル作品では、音響監督を務めている。初期の作品では、 大瀬祭りのペンネームで u f o テーブルが制作するアニメの脚本、絵コンテ、楽曲の作詞などに関わり、t v やアニメ、二恋オルタナティブで監督デビュー。その奇抜な展開が評価され、第9回文化庁、メディア芸術祭では、審査委員会推薦作品に選出された。また、この作品が、アニプレックスの岩上厚弘や、タイプムーンのナスキノコ、竹内隆。 ナスの担当編集者であった、太田勝氏にも評価され、タイプムーン、u f o テーブルプロジェクト企画立ち上げにつながる。近藤光名義では、劇場版ゾラの境会収賞やゲーム、ブラック、ロックシューター・ザ・ゲーム OP アニメーションで監督、絵コンテを務めたほか、劇場版ゾラの境会第7小説人考察では、近藤を中心に、複数の演出家と共に共同監督、絵コンテを務めた。 2016年以降は、脚本も務め、TV アニメ、テイルズ・オブ・ゼスティリア・ザ・クロスでは、ストーリーディレクター、脚本として、全26話の脚本を担当した他多くの、役職を一人で兼任した。また、活劇刀剣乱舞や、お遍路、第2期、歴史探求泡踊り編の、メインシナリオも執筆している。ありがとうございます。